家好，我是廖淑华，今天来分享八股编的编法。右边四条线，左边四条线，第一个动作中间的这两条线交换，再来右边的第二条线，这是一二三四，右边的第二条线压到左手边，左边的第二条线，这是第一，这是第二，第二条线来做挑压。现在右边有四条线，黄色两条，绿色两条。左手边也是一样，两条绿色的，两条黄色的。右边最外面的这一条，从后面绕到左手边，从两线的中间，也就是绿色的跟黄色的这两个的中间绕过来，回到右手边。现在左边的最外面这一条线，从后面绕到右边，从两线的中间压过来，重复这个动作就可以做八股编。右线的最外面这一条线，从后面绕到左手边两线的中间回来右边，左边的第一条线，从后面再从两线这两条线的中间回到左手边，一直重复这个动作，就是八股编的编法。我用日文讲可以吗？嗯。このネックレスの長さも完成しました。こうやって、これ最初のところ、こうして、こうして、これまずはこれ入れて、あとは中のところは一本線になります。真ん中のところを通す、そして隠して、このところです。両方ところのぐるぐるはまず作って、最初入れてもいいし、今のところは作ってもできるです。はい、そしてこうやってこれ、もしこの平ら結びも完成しましたら、こうやってこうやって、そしてこうして、戻すところはもう一度入れて、これぎゅーっと。このところです。そしてここは難しいところ、後で説明します。ここ